た。メランが美味しかった。メランね、めっちゃ美味しかった。ほんまにメロンハマりそうになりました。なんかメロンを自分から買ったり自分から選んで率先して食べることがあんまりなかったんですけど、ちょっと今年の夏はメロン摂取していきたいですね。髪伸びていい感じ。そう、髪伸びたね。今日お話し会でもさ結構言ってもらえた、髪伸びたねって。でもこのね服もあると思う。黒いけんさ髪めっちゃ長く見えるんじゃけど、こうやったらねこの辺でも伸びたか。伸びたんだよん。前髪も伸びたね。そう、前髪はね今日は分けたい気分になって分けてて、ちょっとね伸ばそっかなって思ってる。なんか最近何回も前髪のここ数ヶ月前髪伸ばすぞっていう感情を抱いて、でまあある程度ちょこちょこまで伸びてやっぱ切っちゃおうと思って切っちゃうことがねめっちゃあったんですよ。そう、でも今の切ってないのは TIFF の時にもう一回伸ばそうって決意したんですよ。 TIFF の時に決意して、で今伸ばしよる。まだ言うてね全然2週間くらいしかそう伸ばしてないけん、実質全然伸びてないんですよ。本当はこう分けとるけん長く思うけど、こうやったら全然いつもの長さないよね。土曜は何するのさ、前髪も。そういつもの感じだったんだけど、そうでも今は続いてるね意外とこの決意。毎回ね多分ね衝動でね切ってしまうんですよ。そう、その衝動はどんな時に。その衝動はねライブの時かな、公演の時とか、伸びる曖昧な長さの時のに公演がいっぱいあったら、そうなのよ、切っちゃおうってね切ってしまう。うん、短い方が楽？いや、長い方が楽です、圧倒的に。そう、うん、短かったらさスプレーしたりちょっと動いたりしてもあの前髪がどうなってるか気になるんだけど、今日はお話し会中前髪全然気にならんくてもう分けてしまっとるけん、なんか崩れようがないというかあんまり崩れにくくって気になるかどうかで言ったら、そう分けとる方が全然楽ですね。うん、そうだね。髪はもう切らない。
伸ばします。伸ばす。てかなんで切ったんだっけ。うん、衝動。なんか切った理由はちょこちょこ切りたい欲が出とって、でもまあやめようと思って抑えとったんだけど、ある日めっちゃ切りたくなった時にスタッフさんに、そうなんか切りたいですみたいな、マジで切りたいんですって言ったら、そうでお仕事で切るってなって、そうそれが決まってからはもうトントン拍子って感じでしたね。バッサリ切ったよね。ほんまにね、バッサリ切ったね。去年の10月ぐらいに切ったけん、多分今10ヶ月ぐらい切ってから経ちました。何気にこんぐらいだったよねって考えたらね、本当に伸びたんですよ、めちゃくちゃ。十何センチか伸びたけん、普通の平均よりちょっと早いぐらいかな。そうだよ。最長はどれくらい長かった？独り言とかの MV とかめっちゃ長かった気がする。MV で言ったら独り言か、うん、暗闇は違う。風を待つも最長じゃないね。大好きな人も長かったかも。あ、でも大好きな人より無謀の方が長かったかな。無謀、うん、重恋はちょっと切ったんよ、めっちゃ短くって。うん、無謀と独り言とヘタレもね、最長ではなかったと思う。無謀と独り言の時が多分最長かな。本当っぽくなった、嬉しい。多分髪の毛とこの服、私さ、この服あの黒いワンピースなんですけど、下がプリーツになってる。移動にめっちゃ着るんですよ。移動とかフェスとかでめっちゃ着るんだけど、着るたんびにね、いろんな久々に、うん、その時久々に会うスタッフさんとか、今日だったらカンテレのスタッフさんとか、フェスの時に東京のメイクさんとかから、めっちゃ大人っぽいとか、この服めっちゃねいいってね言ってもらえる率が高くって、私これめっちゃ着てるんですよ、移動着とか。ジャージとかではいけないけど、新幹線乗る、長時間乗る時とか、フェスとかのなんか楽だけどいい感じに見えたい時に、もう今年の夏何回着たことかってぐらい着とるんだけど、この服大好き。これ多分 3,4 年前の握手会のために買った服。
まさかこんなに愛用すると思わんかった。やっぱ黒は無難じゃけどいいですね。めっちゃ愛用してるじゃん。そう、めちゃくちゃ愛用してるんですよ。しかもこれめっちゃ大人っぽいって言われるし、楽じゃし、そう、ほんまにお気に入り。この服着とる人をね、その舞台で東京行ってる時に一回見かけたんよ。初めて見かけて、駅で、あらあらってなりました。この服着てる人がいるのって。大阪の握手会で着てた。そう、ビンゴ、大阪の握手会で着てました。そん時初めて着たんかな、そん時初めて着たんか、その前の握手会、いや、そん時初めて着たんかな、多分。うん、そうそう、大阪の握手会でこの服と、あのカチューシャつけとったんだけど、なんか何、ステンレスみたいなカチューシャ、なんていうの、銀の鉄みたいなカチューシャつけとったんだけど、そう、そのね、カチューシャがあってね、頭痛くなった記憶ある。うん、懐かしい、よく覚えてますね。そう、最近カチューシャしとらんねん。またカチューシャしよう。これさ、今ふわっとさ分けたんだけどさ、パチッ、あ、パチッって分けるの全然似合わんねん。マジで分けるの全然似合わんすぎてびっくりした。うん、たださ、このこうやってこれをこうするみたいなさ、なんかスタイリッシュな人がやってるイメージある。あっちやばい、ちょっと黒歴史並み、今の一瞬、今の数秒似合わんかった。このふわっとした感じがいいですね。うん、絶対スクショせんで、スクショしとったとしても絶対ませんで、これフリじゃない、これフリじゃないけん、もしスクショした方は自分のカメラロールに留めてください。そう、フリじゃないよ、これ本当にフリじゃないけん、私ほんまに嫌じゃけん載せないでください。これはガチ、これはガチです。スクショタイムしよっかな。これを乗せてほしいやつ。決め顔。そういや、もうスクショタイムはね、決め顔するっきゃない。
自分のお気に入りの決め顔をいっぱいしましたのでお使いください。うん、さん乗せます、乗せて。お話しありがとうございます。めちゃ可愛かった、嬉しい。広島リアルお話し会ありがとうございました。明日はね、サイン会よろしくお願いします。明日も朝から晩まで配信でやってるけんね、そうお時間ある方はぜひご覧くださいませ。やっぱり楽しかったね、楽しかった本当に。今日も感謝感謝です。遠くまで聞こえる声量が石田千穂だなと思いました。え、なんかイヤホンしてるけんさ、あんまり自分の声の大きさわからんくて、でもまあめっちゃ大きい声出してるなと思ってたんですよ。で普通に楽屋でマネージャーさんと話すときに、何話してたか忘れたけど普通に話しよって、そしたらめっちゃ声大きいよって言われてそう、多分お話し会の名残が残っとったんじゃろうね。休憩時間だったんじゃけどめっちゃ声大きいって言われましたそう、こちらとしては声を聞いて助かります。ほんまに？そう、こちらといたしましても声を聞いたね、助かります。声を聞いたというか、マイクに近いともう背高い方とかでも足開いてマイクに近づいてくださったり、ちょっと前のめりになってマイクに近づいてくださったり、本当にマイクに近いと本当にありがたいですし、ね、吐ける時、あ、これ持ってる吐ける時に喋ってくださる方がいらっしゃったりするんですけど、その声はね本当に聞こえないんですよ。イヤホンつけとるけんマイクの声しか全然聞こえんくて、じゃけんね、吐けるときはそう、ね、聞こえてないです。それの音だったのか、そう、これ見て、これ友達がくれたガチャガチャかなんかのやつだし、このの口の動きで少しはわかる。口の動きで読み取ろうとはするんじゃけど、ほんまにわからんじゃけん聞き返してしまうんよ。でも聞き返すのも申し訳ないし、じゃけんもうマイクの前でもう喋りきってから、そう、口の動き、マスクで、あ、確かに、あ、マスクじゃけわからんわでも聞こえんくなってからもうマスク、うん、マイクから離れてからもう確かにマスクじゃけ分からんけど、でもなんかね、若干の聞こえ、若干の聞こえと雰囲気でなんか聞き取れる時もあるかもしれないめっちゃ適当に話してるじゃん私口の間で聞き取れるって、全然聞き取れんわ、
そう、まあ感覚派じゃけんね。そう、そう、こういうの雰囲気が大事だけ。さすがっす、マジ泣けたっす、なんちゃらちゃちゃちゃ。これあれ、ブギーなんちゃら、ダンスフロアにててててて光、よくなくない？なんやけない？よくな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 くせんイエイ。その頃の俺らと言ったらいつもこんな調子だった。第1位はこんな曲だった。ダンスロアに華やかな光、僕をそっと包むようなハーモニー、ブギーバック、めっちゃうろ覚え。そう、この曲ね、結構前、もう何年も前から覚えたいと思っとって、何年前じゃろ、スクールに通っとった時に一回発表会でこの曲を誰かがやっとって、でその時にこの曲知って、この曲めっちゃいいじゃんと思って、そう、それの時からね覚えたいと思うんだけどね。いつまでたってもうる覚え。再生跳ねばあなたとランデブ、恋しているのさ二人、ドゥ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 、そこでお別れさ、チロン。この曲は TikTok で聴いた最近、いい曲。そろそろお礼したいと思います。ランキング読みます。20位たくみさん、19位なおさん、18位ゆきおさん、17位ちっかさん、16位中原さん、15位ひかるさん、14位ロッサさん、13位よしっちさん、12位カレー南蛮さん、11位かんなさん、10位キョンシーさん、9位ニャさん、8位フークラさん、7位マンスリーセブンさん、あ、ラッキーセブン、ラッキーセブン。6位エリアルマルさん、5位岸本タクシーさん、4位バンブーホースさん、3位ツリケンさん、スリースリー、2位東京のスワンさん、2位そしてそして第1位はピューヒュン、よういちさん、イエーイ。あら、タワー、どなたでしょう。麦わらさん、タワーありがとうございます、嬉しい。 STU タワーだ、久々見た STU。 麦わらさん、ありがとうわです。いつ来た、今来たかな、ありがとう。マギアラさん、ありたけの夢をかき集め、ちょ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 探し物探しに行くのさ、ポケットの恋、You are レレレレレレ、 We are テンテンテテテ、 We are。 映画見たよ、ワンピースの。そう、今やるやつ、友達と見に行った。新時代はこの未来さ、怪獣全部変えてしまえば、変えてしまえば、
やーなことなったことなんて消して、トゥ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 ミュージック、トゥ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 ミュージック、トゥ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 。めっちゃねあの曲好きになってね、てか歌の歌が全部好きになってアルバムでめっちゃ聴くんよ。もう普通の人だったらもう絶対完璧に覚えれるぐらい聴いとんじゃけど、歌詞をね一個も覚えれんくてほんまにそうなんか覚えようって意気込んで聴いとったら多分覚えれると思うんじゃけど、普通に聞き流しとるけんさ、普通に歩きながらとか全然覚えれんくて悔しいです。ほんまに素敵な曲だ。じゃあ終わりバイバイ。明日はよろしくお願いいたします、サイン会。じゃあさよなら、おやすみ、またね、バイバーイ。